方転換してこっちも近いのね。方転換してこっちも近いの。でこれ感じてるって感じ。感じてるの。ここでこっち自由にするの。こっち自由にしていろんなことができるように。で この手いなくなったらさよなら、別に関係ないの。だからこう重みがここに来てんので、力でギュッてやらないようにして、外れちゃった瞬間にこう崩れないようにこう来てこう変わった時に、これ外れようが外れまいが関係ないの。力が入ってようが力の向こう行ってようが関係ないの。自分が姿勢変わんないの。姿勢変わんない。で、ね、こう姿勢変わんない。そして感じてる。彼の出る方向を感じてる。で、この手は自由。ボガってできる。できる。そういう状態で、こう、ね、こう腰だけ返す。こう来て、こっち乗り換えたの。乗り換えて、腰だけ返す。乗り換えて。で、自然とこれ切れちゃうね、こうやってやれば。持ってて。ここでやったら切れないの。でも、こっち入っちゃうと切れちゃうから、自然と。ほら、切れちゃう。しっかり持ってって言ってても切れちゃうの。こうやって。自然と切れちゃうの。で、切れちゃうときに乗り換えるの。とこっち自由でしょ、この手ね。で、こうほら、いろんなことできるの。で、これはこの手で彼を気づいてるってことが大事ね。こうやって気づいてるからいろんなことができるの。こういろんなこと、いろんなこと、いろんないろんないろんなことができる。気づいてるからで、今度こっち乗り換える練習。正中線。こっち自由。これあんまり離れないように、こうね。で、こう上げようとしてんの。彼は上げようとしてんだけど持ってんので、本当はこの手がなかったらボカってこうボカってやられちゃうの。でも手があるから、こうね、こう行かないよって、こっちやだよって。で、ほらこれ気づいてんのね。これ気づいてんの。で、こう気づいてんの。そういう練習、そういうための練習。今度はじゃあ転換してこっち乗り換える。そういう練習。じゃあやりましょう。あの、大事なのはこっちの手なの。で、この手は取られちゃってるから何にもならないの。何にもならないってか、こっちの手はあんまり関係ないの。こっちの手の意識が大事なの。で、この手こうやってやらないよね、普通。こっち入ってくるから自然と取れちゃったの。だからこれ自由でしょ。自由な手に意識持ってってもしょうがないの。やっつけるときは必要だけど、大事なのはこっちの手。こう入れ替わって、この感覚が大事なの。それを掴んでくださいっていうふうに言ったの。あの、この手が大事なの。で、この手来るから、こう。ね、来るから、ほら、やっつけちゃってる。そういう感じ。だからこの手が大事なの。この手。この手がこう、ほら。こっちの方が大事なの。この手はもたれるしか方法がないんだから、こう入れ替えちゃったんだから、こうやって。この手関係ないよね。自由だよね。で、いろんなことできんの。いろんな、この手、いろんなことできんの。でも、意識を、この稽古で大事なのは、この、ね、この手なの、この手。この手の感覚持ってんの。で、持ってるからこうやってできるの、ほら。ね、できるの。ね、なんでも、この手なの。こっちの手、乗り換えた手ね、そういう話。じゃあもう乗り換えの練習だからね、あの地下鉄乗り換えのと同じ。こっちの手ずっとこうやっての乗り換えなきゃいけないのに、こうやってこの手で何かやってやろうと思ってね、これ行き止まりなんだから、これ行き止まりだから乗り換えたの。こっちに乗り換えたの。こっちにこうやって乗り換えて、でこうやって回ったの。そしたら何もこの手なんかやってないよね。この手掴まれた手をさ、何かやっつけてやりたいってこうなっちゃってんだ。じゃなくて乗り換えの練習だから。この手無駄だから、わあ、無駄。ほら、こっちの手に乗り換えたの。で、こっち自由にしたの。この手自由。何でもできるの、これ。ポカってやって、本当はここで終わりなんだけど、こっちの方が大事だっての話。こっちの方が。乗り換えた手の方が大事。乗り換えた。
で、この感覚、こっち上がってんの。これ離れてるらボカってくるのか。腰回してこうボカって、ボカってくるよね。だからこの手で押さえてんの、こうやって。押さえてんの。押さえてて、一緒にこうやって立ってたの。だ乗り換える練習だから、乗り換え。地下鉄みんな乗り換えてんじゃん。地下鉄こうやって乗り換えてんだよ。こっちの手からこっちの手に乗り換えたの。意識はやっつける手はだよ。やっつけるんだったらだよ。やっつけるのこうやってね、彼は持つしかできないの。持って引っ張り込むか押し込んでくるか。引っ張り込んでくんだったら引っ張っていいよ。引っ張っ、ああこうなっちゃった。でボカってくるの。普通はね。でも来た時にほら乗り換えちゃったの。こっち自由。そしてこういうふうに回ったのだ。これって何もしてないの。そういう話。じゃあ今度、じゃあどうしようか。こうやって出すのは。いらないから捨てんの。こうやっていらない。この手いらないね。この手。この手感じてるから。乗り換えてこっちの手行くんだけど、感じてるからこれ。上げようとしてんの。上げよう。彼上げよう。ああ、そっち行きたいんですか。行きたい方向にやってんの。彼の行きたい方向、はい、行きたい。あっち行きたいんですかって、後ろ。ね、これも感じてるから、感じてるから、いらないよって。僕の、この手欲しくないの。いらないんだよ。それでこうやって出てる。何もしてないの、これ。何もやっつけようと思って、パッて。やっつけようとしてない。この手を知らないよ、いらないの。いらない、そっち行きたいんですか。あ、どうぞ行ってくださいって。彼がやりたいようにやってんの。やってんの。こうやってやりたいの、ほら。あ、ちょっと上から入っちゃったけど、こうしたらね。こうやって。そういう話。乗り換えの練習だからね。じゃあ、乗り換えの練習もちょっとやってみましょう。こうね、この手が欲しいと。彼の方行っちゃうの、こうやって。欲しいって、これ。欲しいの。彼、この腕。いらないんだ、これ。いらないってのは、向こう捨ててんの、こうやって。ほら。捨ててるってことは、彼の方に行っちゃったら、こうやって取れないの。捨てる手だから、こっちへ出してんの。ね、こっちへ乗り換えたの。で、いらないから、向こうへ出す。捨ててんの、ほら、捨ててんの。これをこっちへ行っちゃったら、詰まっちゃうんだから、行かないよね。この手を向こうへ捨てたの。ほら、乗り換えて捨てるときは向こうを捨てたの。それで、その間に入っちゃったの。だからこの手を欲しいと、こうに入っちゃうの。これ、できないの、これ。下なんか脇なんか取れないんだから。こっちへ捨ててんの。彼がここを通り越して向こうへ行ったの。だから、向こうへ出したの。向こうへ出したの。どこいらないから捨てたの。こういう状態。それからずっとここに入ってきたの。こういう。だから捨てること、捨てるとにこうやって、カッ。捨てれないよ、これ。捨てる。こっちの手があんだから、これ。膝もあるし。肘。ね、そう、来ちゃうね。だから、死角に入って、向こうへ捨てたの、向こうへ。向こう。それで、こう入ってきたの。そういう風にやってほしいんだよね。捨てるっていうのは、捨てる。じゃあ、もう少し。もう捨てるの。捨てる練習しよう。実生活ではみんな捨てれてんだと思うんだけど、これ捨てるの、これ。こっち捨てるの。捨ててこっち出すの。捨ててんの。これ欲しかったらこうなっちゃうのね。こうやって捨てたら来ちゃうね。これ捨ててんな、これ。捨ててるから後ろ取れんの。後ろ。捨ててるから、こっち。捨ててるから彼のおへそは向こう行っちゃって、向こうそのまま行っちゃったの。そのまま。こうなっちゃったの。捨てるの練習。捨てる。こう来たら捨てるの、これ。捨てる。こっち捨てんの。来た方向にね、こっち行けないよ。ほら、捨てれないよな。彼こっち来てんだもん。だからこっち、同じ方向に捨てるの。同じ方向に捨てるの。行きたいんですかって、どうぞ、あちらへどうぞ。通り越して、はい。向こう。あちらへどうぞ。彼が行きたいんだから。彼捨てられたいの。
捨てられたくないのかもしれないけど捨てられたいの。だからいなくなって、いなくな、正面からいなくなって向こうへどうぞって、そういう感じ。あのね、捨てる意識ってすごく大事なので、捨てる意識って習ってないの今までね。で、捨てろって言ったら多分相手じゃ僕が初めてなんだけど、こう来たろ捨てる、ほら捨てる、もう捨ててんの、邪魔しないで、彼コントロールしてないの、こうやってコントロールしないで、彼行きたいんですかと、私行きたいんですか、どうぞどうぞ行ってください、そういう感じね。でいなくなって出たの、ただそれだけ。じゃ捨てる意識もう少し進化しましょう。彼の手が欲しいのはこういう方姿勢なので、これを取って同じ方向にこうやって投げたら固まっちゃうんだよね。で彼来てたからわーっと、どうぞ向かって向こうってつなげてなきゃダメなの。だからそれ止めちゃダメなの。気持ちいい、ほら気持ちいないんだもん、だから向こう行っちゃったの。だからそれを初心者のうちはしょうがないのかもしれないけど、こうやってこうやってやってないの。彼が来てんだからほら行ってくださいよって、そういう形つなげてんの。来てしょ、ほらつなげてんの。だ全然妨害してないの。彼の妨害しちゃダメ、妨害してるの、これ妨害してることなんだよ。だからね、妨害していなくなってほら行っちゃったの。だから全然そのタイミングは全然ちょっと違うんじゃないのって感じなんだけどね。相手の方行っちゃったらダメ、彼の行きたい方に邪魔しないで、どうぞあちらへって。そう、邪魔しないの、来たんだからそれ止めないで、邪魔しないで、どうやってさばいていきますか。あのさばき方いろいろあるので、こうやってほら全然邪魔なんかしてないんだよ。そしてどうでもいいな、足なんか自分で習ってるってか、子供の頃から歩きを練習してんだから、邪魔しないで、ほら邪魔しないで、これやってるだけ。ただ何しろ足のことなんか気にしない、手のことなんか気にしない、何しろあちらへどうぞ、あちらへどうぞ、捨てる、あちらへどうぞが優先。足のこととか手のこととか、どうやって手作りましょうかって関係ねえから、ただあちらへどうぞって、そういう気持ちが大事なの。それ大事だからね。じゃあもう少しあのね、いや本当は取りに行くんだよね、取りに来て、ほんでこうやってがっちり持って、じゃあやってみろって言われちゃったんだけどね。いや言われちゃう人もいるので、これはがっちり持って、彼が安定しててがっちり持って、さあどきましょうって、どけないんだよね。だから彼がこう離れてる時に、離れて取りに来た時に、まさにこうにやってんの、いなくなるの。これこうやってやって持たれちゃったらできないの。彼引っ張り込んでいきたいんだから、引っ張り込んでいきたいんだから、それをこっち出そうとする。どういてもできないでしょ。だからいろんな稽古があるんだけどね。だから最初のうちは持たせてもしょうがないよ。しょうがないけど、少し上手くなったら同じスピードでこう、ほら、おっとっとが大事なの、おっとっと。彼おっとっとにすることが目的なの。これおっとっとじゃなくて、おっとっとじゃないの、これ。ほら、すごく難しいの、これプロでも難しいの。これ引っ張り込んでくるんだから、引っ張り込んできたら時に一緒に出てくるのが忘れるんだけど、それはまだ難しいから、こう行くよっていう時にいなくなっちゃって、あーってこう、やりたいのよ。これ簡単だから。最初のうちは。だから最初からそういう難しい技やんないの。こうやって持たれて、はい、やって、はい、やるよって言ったら難しいの、逆にね。だから来た時にほら、空を切ったの、彼。空を切ってらして、こうやって。それの方が簡単だから言ってんの。こうやって持たせないの。持たせちゃったら、じゃあいいよ。持たせた時には、こうね、入ってくる。こう。じゃあ、それやりましょう。こう、空気の一番簡単。で、こう、ほら。自分安定してる。で、彼、崩れておっとっと状態。これ、こう来ちゃったから、ほら、おっとっと状態で、安定してないよね。で、僕は安定してる。それ、予定通りなのね。
まあいいや。で、こう来た時にがっちり持って、持たして、あ、持たして。たらこう、ほら、ほら、入ってくる。持たれたらどうする？彼は引っ張り込んで、この足使いたい。この手を使いたい。来るんだよね。で、引っ張り込んでくるんだよね。引っ張り込んで。こう、そのままいたらなっちゃうの。だから自分の方が安定してないわけ。安定してるためには、ここをこういうとこ自由にしてんの。で、引っ張り込まれても、引っ張り込んできて、引っ張り込んで、あ、そう、こう、出て、ここ安定してっから。ここが不安定だと、ここが不安定だと、おい、て、無理なんだ。ここ安定してて、引っ張り込んできたからありがとうって、そういう感じ。彼の、だから彼が、彼の意思を尊重してる、引っ張り、でした。そういう感じね。じゃあ上やりましょう。上、勝手か、勝手か、勝手か、彼引っ張り込んでくる。彼引っ張り込んでくる。ああ、ちょっと待って、あれもういいの、捨てちゃってる。まあもう中村さん偉いらしいけど、やっちゃう、やっちゃっていいの、もうね、思いっきり。まあそういう話、そういう話でこう、そういう話で、じゃあやりましょう。どうぞ。